こんばんばはですいいやー車が来ない振り返ってみると昨年の建国記念日2月11日に新車を購入したわけですよホンダのベゼルですね買った時に動画を作っているんですがそれをね今見返してみるとですね購入日とあってかウキウキで喋ってますよねで何言ってたのかっていうとあのその段階では車の情報はあのシャットアウトしなきゃみたいなこと言ってるんですけど それは難しかった。あの頃って相当車関連のその動画だったりとか記事とかを見ていたので、 なんか YouTube とかもおすすめしてくるじゃないですか。おこいつ車動画見てんな。じゃあこの車動画も見てどうぞみたいなさ。そういうおすすめから様々なレビュー動画を見ましたし、まあ,あとその、えー、メンテナンス、その車の洗車ですとか、そういう動画もたくさん見ましたよ。車の進化もすごいなと思いますし、そのメンテナンスのね、だからこれまでちょっとわからなかったような情報が共有されてるというのが本当に YouTube の素晴らしいとこですよ。車動画って幅広いですよね。 中には、なんかそのセクシーな衣装で車を紹介する的なチャンネルもあるでしょう。結構やっぱあの再生数なんかも多いんですよね。まあただ僕なんかは硬派なので、そういうものは全くですね、ちょっとしか見てないですね。まあともかく情報がシャットアウトできないまま、えー、あっという間に1年が経過してしまいました。今日はもう2月13日ですか だからもう完全に1年過ぎちゃったんですよね。納車待ち2年目突入です。当初の納車が11月、だから昨年の11月予定だったんですよ。だからその段階でコメント欄とか見ても、長いですねっていうのがありました。いや、僕自身もね、11月結構長いなと思っていたんですけども、まあ今2月でしょ それでもいつになるかわからないっていう。もう一年も経つとですね、あの、試乗した時のベゼルの感覚なんて全く覚えてませんからね。で、人間って、だんだん感覚とか変わっていくじゃないですか。となると、この散々待ったあげくですねえ、実際に自分の車として乗ってみると、あれ こんなんだっけって思う可能性もなきにしもあらずです。これね、以前の動画でもちょっと言ったと思うんですけど、本当はね、やっぱプレイとかね、あのグレードが売ってたら、多分そっち買ってたんじゃないかなと思うんですよね。プレイだと、ツートンカラーが、まあ、選べるんですよ。まあちょっとね、金額高くなりますけど、ツートンカラーだから要はその白黒のポコちゃんカラーにしたかったんですけど、当時プレイは受注停止になってたので、まあ、仕方なく、 その、Z っていうグレードのホワイトを買いました。Z とか X だと、2トンから選べないんですよね。せめて選ばしてくれよと。まあ、半導体不足とかね、複合的な要因があるので、受注停止っていうのもしょうがないのかなとは思いますけれども、僕がこうやって納車待ちしてる間に、プレイがね、一時的に受注再開してたんですよ。ああいうのやめてほしいですよね。いや、かといって、その、一旦 Z キャンセルして、プレイに乗り換えると、 時間かかるでしょそれならさ、その受注停止じゃなくて、納期かなり先になりますけど、いいですかっていうのを確認した上でプレイ注文させてくれたらよかったのに。もちろんですけど、メーカーとしても、本来は売りたいと思うんですよ。情勢が悪すぎて、こういう結果になってるわけですからね。まあ、それはもうやっぱ同情的に見ないといけない部分もあります。しかも、ただでさえ悪いものがより悪くなってるんじゃないですかね。ホンダのホームページに、 ホンダ四輪製品生産遅れに関するおわびというのがあって1月2月の生産稼働率工場の生産稼働率落ちますよっていう案内なんですよその遅れっていうのは複合的な要因がありますよね 半導体不足ですとか、まあ、今もうね、ほぼ解除されてると思いますけど、中国のロックダウンの影響だったりとか、戦争も始まりましたからね、その複合的な要因で、えー、生産に影響が出るモデルとして、えー、ベゼル、シビック、ステップワゴンが入っています。ただでさえ遅いのにもっと遅れるっていうね。 農機、えー、の大まかな目安も載っているんですが、前見た時よりさらに伸びていましたよ。以前はベゼルのハイブリッドモデルで半年以上っていう表記だったんですけど、今見ると1年以上になってますね。他にもシビックだったり、昨年モデルチェンジしたステップワゴンも1年以上ですよ。ZRV もそうですね。あれ、ZRV ってまだ発売されてないのかな発売されてない段階で1年以上待つっていうね。ただ、ものによっては早いんでしょうね。 ちょっと前にですね、あの、僕が買ったその車のね、ホンダのディーラーから、あの、DM が来まして、なんかセールかなんかのチラシなんですよ。で、それ見たら、そのベゼルの X グレードの、そのカラー、カーキだったら、すぐ納車できますってのがあったんですよね。一年待ちの僕からすると、もうね、そんなカーキとかね、そんな色塗ってんじゃねえと思うわけですよ。普通にね、そんななんか木を照らって、まあ、でもアウトドア好きとかああいうの。 好まれるのかなまあ、わかんないですけど、白か黒塗っとけと。それでも納車早いから買う人いるでしょうね。振り返ってみると確かにあのカーキ、街でちょうちょ見るな。あれは何なんですかねキャンセル品なのか、好き好んで買ってるのか。まあ、でもなんかね、森とかに溶け込みやすいとかそういう感じなのかな。一体いつ来るのかわかりませんけどね。まあ、この待ってるおかげでこうやって動画も作れるから、その分多少こう、資金的にプラスになってくっていうね。 ポジティブに考えていきましょう早く乗りたいなということで今回は以上です最後に可愛いポコちゃんをご覧ください